今日この世界のボスを倒す。どうもどうも、バキュンバキュンのレジ君です。ということで本日ついにアベレーションのボスを倒すということでね、もうすべての準備終わらせました。アーティファクトも持ってロックウェルだっけな、倒しに行きたいと思います。今回のメンバーはこちらです。メガロサウルス4体とキングリーパー2体、名前もたくさんありがとうございますね。人狼、メルス、メガロン、ゴルゴ、最高の名前だぜ。そしてね、下にもねスピノサウルスがね何体かいます。何体かっていうか何体もいます。ご覧ください。スフィンクス、ニワトリ、ワニノコ、トゲリュウ、デビスピノ、レジェ君、そしてこのロックンがね190レベルのロックドレイクです。なんでスピノサウルスこんなに多いかっていうと、なんかね水のステージっぽいんだよね、ボスのステージだから。スピノサウルスってね近くに水があるとめちゃくちゃ強くなるのよ。だからちょっと多めに連れていきます。僕はねタラタラ話すのは嫌いなんですよ。早速行っちゃいましょう。さあ、ということでアベレーションのボスロックウェルを倒しに行きますが、ロックウェルが誰なのかっていうと、レシピ、今までなんかケーキとか作ったじゃないですか。そのレシピ作ったのが全部ねロックウェルって人なんですよ。そうなんです、もともと人間なんですけど、何があったのかボスになっちゃったみたい。何があったのかわからないですけどボスになっちゃったみたいね。ということでここなんですよね、ボスの場所。やばくないか、見た目すごいよな。なんかアイランドの時のボスもこんな感じだったよね。ここにねちょっと拠点作ろうと思ったんですけど作れませんでした。なんか建築できないみたいな感じで、ロックウェルじゃないや、ロックドレイクがめちゃくちゃいるんだよねここ。よし、そしたらまずは捧げよう、捧げよう、アーティファクト捧げ、これですね、ジェネレートアベレーションガンマポータル。よし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 、まずは恐竜を出そう。みんなうんこするんだよね絶対。出した時いきますよ、絶対うんこするから。はい、どんだけうんこ溜まってんの君たち。ということで朝礼を始めますか。おはようございます皆さん。本日はねこの世界のボス、アベレーションのボスロックウェルを倒しに行きます。どうやらリーパー、ネームレス、ラベチャー、あらゆる生物が出てくるそうですけども、皆さんはね、誰一人かけることなくボスに勝つことを目標としてください。それではリーダーのロックン、一言お願いします。野生だった俺たちを育ててくれたのは紛れもなくこの赤い焼きそばことレジェ君だ。今回このボスに勝つことが俺たちにできる最大の恩返しだと俺は考えている。全員生きて帰ってこの世界の王者になろう。はい、ロックンありがとうございます。ということで行っちゃいますよ、早速放射能汚染の理由を明かす、いざ参る。これ毎回緊張するんですよね本当に、いつも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 。3、2、1、始めようじゃねえか。こんにちはこんにちはこんにちは。まずはちょっと待って、うわー、ハロー、こんにちは。キモい、気持ち悪いですね、かなりでかっ。うわ、叫んでる。落ち着いて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 、大丈夫よ大丈夫よ。オッケーオッケー、そしたら早速戦いますか。待って、なんか早速食らった。よし、みんなついてこい。ねボスはねここでしか恐竜はなんかあんま役目ないみたいなんだよね。ここあ、なんか触手噛んでる。あ、いいね、みんな優秀だわ、すげえ優秀だ。いいねいいねいいね。なんだこのボール、すごい変なボールが。うわー、オーマイガッド、これはやばいこれはやばいこれはやばい。オッケー、そしたらこのね触手めちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか、これを壊していくらしい。待って、怖いんだけど普通に。さあ、ということでぶち壊しぶち壊しぶち壊し、壊せ壊せ壊せ、いいねいいね、簡単に壊れますね。柔らかい柔らかい、いいぞルカリオ、そうだその調子だ。苦しんでる苦しんでる。オッケーオッケー、全部の触手が壊れて、この状態でなんかね胸を壊すらしいんだよね。お前らいけ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 、これだ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 、壊せ壊せ壊せ、そうだそうだそうだ。待って、誰一人として噛みついてくれない。噛みつけ噛みつけ、おお、いいねいいねいいね、何人か攻撃してくれてる。ナイス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 、でっかい心臓だな。ああごめん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 、帰る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 。もう本当にこの繰り返しらしいんだよね、ロックウェルさん。なんか上に変なのがある。なんかねビリビリ攻撃があるらしくて、そのビリビリに当たったらヤバいらしいんだよね。あ、これじゃない、ビリビリ勘弁してください。あー、壊れただけでした。うわー、変な戦いだ。いや、この赤いボールがマジで厄介なんですよね、装備がすごい壊されちゃう。あ、やばい、うわー、怖い怖い、壊せ壊せ。よし、心臓だ、心臓を捧げに行け、いけいけいけ、
なんかみんな攻撃してくんないんですよ本当に。なんで、ね、攻撃してよ。よしよし、いた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 。次のモードになった。あ、待って、あ、沈んだ。勝った、勝ったか、勝ったか。待って、スキルタルス邪魔。おっと、また出てきましたね。お風呂上がりのおじいちゃんみたいな見た目してます。おはよう。うわー、すごい叫んでる。ネームレスとかが出てきてました、出てきてました。待って、やばい、これはなんだ。え、あ、終わった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 。いや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 、ちょっと待って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 、終わるぞこれ。いや、やばいよこのビリビリマジで。俺今裸でしょ。なるほど、触手から出てるのか。 OK、 理解した。やばい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 、やばい、やめて、耐えて、逃げろ。うわ、マジか、終わった。あ、全滅だ。マジか、終わった、最悪すぎる。とりあえずアーティファクト集めますか。影、堕落、追跡者、久しぶりだな、スコーチド。アース、なんで来たかっていうと、サボテンスープを作ります。最初からこのやり方でやればよかったよ。サボテンスープがあれば余裕ってね、いろんな人に言われてたんですよ。素直にしとけばよかった。これですね、サボテンスープ。この魔法のスープは水分の消費量を減らす、あの水、喉が渇きづらくなって、野生の動物から見つかりにくくなる効果がある。これがね、赤い玉、あの謎の赤い玉、あれに敵対されなくなんだって。もう最初からそうしろよって感じだよね。ワイバーン軍団かっこいいな。これを転送して、んでもって、こっちで受け取る。待って、やばいよ、早く急いで受け取って帰りましょう。2度目の正直、次は絶対負けねえぞ。ロックドライクも持ち込みません。人間一人で行きます。ロックウェルも人間なんだろ。俺も人間で勝ち込もうじゃねえか。あのね、まだね、死亡通知が来てないんですよ。なんでもしかしたら生きてんのかな、向こうで。だったらいいな。とりあえず一人で行きます、次は。うわー、頼りねー、誰もいないって。本当にいけるボスだぜ。奇跡起こってくれ、頼む。みんないないか。そうだよな、いないよな、そうだよな。うわー、これ本当に一人でやんの、大丈夫ですか。こんにちは。やっぱりかっこいい。いや、お前はマジで最低な人間だから。うわ、怒ってますね。最低とか言ってごめんなさい。とりあえず今敵対されてない状態っぽいから、まああんま近づきすぎずやってこうかな。今の時点ではすっごい戦いやすいね。あの赤い玉が出てこないだけでこんなに戦いやすいのか。よし、そしたら心臓勝ち込みますか。おい、こいつを壊してすぐに心臓にアサルトライフルを撃てー。いやー、めちゃくちゃ画面揺れる。弱くね、ショットガンの方が強い。え、待って、これ弾足りないかもしれん。うわー、顔キモい。ごめんごめんなさい、キモいとか言っちゃダメなんだよね、怒るんだよねこの人。いや、弾足りないかもしれないな、やばいぞこれは。うわー、顔キモい。ごめん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 。まあでもさっきよりかはいいペースで間違いなく減らしてるっていうのは自信あります。顔やばいぜ君、ちょっとどうしたなあ、どうした、闇落ちしちゃったか。本当に、なんか悩みがあったらいつでも言ってくれよ俺に。でかっ、マジででけえ。待って、赤いのが来たんだけど、これ壊せるらしいんだよね。もう先に行ってよそれ。本当にすごいね、背中もタコイカみたいな感じだね。先がめちゃくちゃ流れてる。今ぶち倒すからな。さあ心臓出せ、誘げよう。顔マジで怖え。ひたすら心臓を打ちます。待って、もう終わり、早くない。ちょっと待って、見て、スフィンクスの持ち物。うわ、待って、見て、全部サドルがあるわ。あいつらは本当に行っちまったんだな。よし、オッケー、もう一回心臓を出せ。
今だ今だ、なんかどんどん顔近くなってない？怖いマジでこいつの顔、ね、怖い顔、ね、顔怖い、どんどん近づいてるし絶対。なんかわかんないけど多分イギリス人かな。オーケーオーケー、半分まで来たね。あ、やばいやばい、弾が来たら撃って撃って撃って、俺フォートナイトやってっからエイムだけはいいぞ。余裕じゃんこのボス。よし、心臓タイム来た。また顔が近づく、また近づいてるのかこれは。顔がやべえ、全然進まなかった。あ、めっちゃ怒ってる、激怒や。あ、死ぬか、でっかマジ。また出てきた、どうだ、でかくなったのか。うわ、リーパーが湧いてる、怖っ。終わらせようじゃねえか、作業芸だなこれ。なんかずっとビリビリしてるなお前。よし、終わらせようじゃねえか戦いを。いや絶対さっきより近くなってるってこれ、やめてくれよ。ソーシャルディスタンス頼むぜ。すげえ、この触手メスなんだね。弾温存するために斧で破壊しました。うわ、だいぶ血まみれじゃねえか。これで多分最後だよね。いや最後じゃなかったらやばいんだけど。普通に頼む、行って、そのままあのように未練なく行っちまえ。よし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 、これはこれはアイランドの時と一緒だ。何、何ですか、何ですか。うわ、待って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 、あ、地球がまたある。あー、もっと見たかった、はあ、エンディングじゃん。バイバイアベレーション。あ、ここあった、ロックドレイクの巣の近くだこれ、からのこれをずっと通ってもしかして脱出する。あ、最初のところだ、一番最初のところからパクンパクン、宇宙に行った。え、なんかもう細胞、手が変な感じになってる。ゴミまみれだ宇宙は。そして吸い込まれる先はどこなんだい。うわーい、と怖い、行け、行ってしまえ。何ここ、なんだここ、また世界が作られた感じするね。でも終わった、よっしゃー、クリアした。あー、ロード画面に飛ばされた。これさ、なんかバグって全部なくなるっていう噂を聞くんですけど大丈夫ですかね。ただいまみんな、相変わらず裸、え、裸お、なんかアップグレードしてる。まあまあまあ、それ置いといて、うん、装備が見事になくなってます。でもうわ、なんかいろいろ増えてる、トロフィーだ、これがロックウェルの旗だ。うわー、いかちー、歯並び悪る。トロフィーはどうだ、ちっちゃ、苦しそうだね。この頭のやつがロックウェル倒してもらったスキン、なんかフォートナイトのエリアみたい。カワウソの仮面かわいい。この世界をおさらいすると、もともと普通の島だったんですけども、未来人がなんかぶち壊したらしいよね。これじゃあ未来人だとして、この島から脱出するぞ逃げろっつって壊した結果、の地上ですね、炎とあと放射能汚染された世界になって、でロックウェル、今倒したボスですね。ロックウェルはもともと科学者らしいんだよね。なんかシャインホーン、この子にエレメント、ちょっと今僕持ってないんですけど、エレメントを打ち込んだらめちゃくちゃ巨大化したんだって。獅子神様みたいな感じになったんですけど、危ないから倒されて、でロックウェラ自分の体にエレメントを打ち込んで、あの巨大化激ヤバボスになったっていう設定らしいです。こいつはね、本当にアタオカですね。12時間かけてしたブリーディングも3分でお釈迦となりました。まあ恐竜自体はね、いっぱいいるんですけどね、うん、見事に全滅しちゃった。ということで、次回はまだテイムしてない裸ネズミとかいるじゃん、ロールラットだっけ、ああいうのテイムして、多分ね今日言った感じ
アルファのロックウェルも倒せると思うんだよね。ということでね、思い残すことなしにして次のマップエクスティンクションに行きたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ごめんなみんな、本当に俺のせいでごめん。